皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月31日、お昼過ぎの12時56分です。まあ佳子さまへのメッセージと、あとまあ皇室の方たちへのメッセージ、まあちょっとちょっと iPad 持ってきますね。ホームページ淡井圭介の履歴で、その12月28日に皇居行って、その会えなかった件について、まあいろいろと YouTube で申し上げていて、まあそれに対して、まあ仲直りと言いましょうか、何と言いましょうか、まあ一応けど、ある程度のことを申し上げておかなかったら、こちらの身長として持ちこたえられないっていうところがあるんで、本当に本当にそこはちょっとご理解していただきたいなと。で、まあその辺のところを、まあいろいろ申し上げてるのが、その YouTube 一覧表のところの宮内庁や皇宮警察、皇居や坂下護衛所の方たちなど、まあ吉本さんっていう方が、坂下護衛所にいるからって、まあこっちに電話かけてくれてもいいよっていうことを言ってくれたので、まあ話していて、まあこれ見てもらったら分かると思うんですけども、その河川水門開式玉発電とか地下水流トンネル発電とか、まあ、知らない人たちだったんで。まあ、僕のホームページは IKS 家の利益を見てほしいっていうことならお伝えとかしてたんですけども、まあその辺のところは先ほどのところを見ていただいたり、あと、まあこの動画を見ていただける頃には、皇室へのメッセージという90番、いつもの90番ですね、そちらの方からもアクセスできるようにはしてると思います。で、テレビ局で放送されてた内容が、YouTube かな、 YouTube 用に撮影されたものかもしれませんけども、佳子さま見返り29歳の誕生日映像、微笑む理由と新提供の写真説明文は動画説明欄にという、皇室ちょっといい話と、まあこの動画や、まあ、他の動画でもそうなんですけども、まあ28日の翌日は、28日は僕は皇居に行って、まあ、しょんぼりして帰ってきて、で、まあ翌日は佳子さまの誕生日で、こういう撮影があったと。で、朝にね、羽鳥慎一のモーニングショーっていう番組がテレビ朝日であるじゃないですか。まあ、そこで、まあ、その、テレビつけた時にね、出演されてる、まあ、羽鳥慎一さんが言ったのかな、ちょっともう記憶曖昧になってるんですけども、皇族は会いに行きますとか、まあ何かそういう風なワードをおっしゃってたんですけども、今日29日の誕生日で、こう言ってるはずなのにって、そこでね、僕の認識っていうのは、テレビの映像を見て、佳子さまが何か、言ったりとか伝えてるわけがないという認識だったんですね。まあそれを言ってたんですが、これ仕組み分かりました。電波を通して、まあテレビなどを通して、テレビとかを見てなくても、まあ声が届いたりしてるっていうことなんですね。まあそれがまあ理解できたなというところと、まあその赤坂でのその撮影、着物を着られてので、まあいろんな映像でその無理とか言ってる内容のとこさ、その腰の心情がいろんな意味で、その、まあ、結婚希望相手は佳子さま1位で、その後、まあ昨日という30日という29日と30日というモヤモヤとした気持ちの日を乗り越えて、まあ今日ちょっと、まあ昨日の晩ぐらいから、まあ気持ちをちょっとリフレッシュして、で、もう一度その動画を見て、まあまあ心の声の方から、まあ佳子様にその、
結婚してほしいだの、なんだの、ラブラブな新婚生活がとか、まあ、そういうふうなことをね、伝えていたときに、まあ、佳子さまが応援でいたと、まあ、そういうふうな、状況なんですけども、まあ、最後の方の、佳子さまが、その、笑顔でこう、うなずかれたりしてるところは、時はね、昨日僕が心の声か喋ってる声かどちらかで伝え、多分心の声の方だと思うんですけども、僕は二十歳ぐらいの頃フルーツフラワーパークで勤務してた時に言ってた内容を覚えてますかと。それ記録とかありますかっていうところで、覚えてますかのところでうなずいて記録のところでこう首振ったのかな。どこまで昔の話を持ち出すかのところで、子供の頃から佳子さんを淡井圭介を結婚相手としてご指名されている まあ、そういう話がどこまで通用するのか、実際のところ僕もわかんないんですけども、まあ、結局、会う方法がわかんないんですよ。なんかもう本当に僕ももう勘弁してくれっていうような状況で、もう、困り果ててるんですけども、どうしましょう。一応、まあ、今日のお顔は、まあ、そこそこのお顔なんで、まあ、そんなに、そちらとしてはこんばんは。まあ、ちょっとなんかこう、面白い話入れなかったら無理でしょう。まあ、僕もある程度の勢いで、まあ、まあ、29日撮影した内容を30日にこう、ホームページは YK スクにできる一番からこうアクセスできるように作ったりとかしてるんですけど、喋ってる時間も長いでしょう。全部トータルで4時間超えてるから、多分、聞く方も大変だとは思うんですけども、遊んではならないルールじゃないと、こちらに来られた時も会えないじゃないですか。まあ、僕はそちらに行く時はアポイントをしっかりと取ってということになるんでしょうけど、これ結婚話でアポイント取れるんですか？いただけるんですか？その手続きの順番とか。それ、佳子様も分かります？僕も今自分がどう動いたらいいかよくわかんないんですよ。で、金銭的にも、年末の方にちょっといろいろ起きたのがね、急にベルトがちぎれたと。これね、こう、先の方でこう返しになっていて、こう、つないでいるものなので、一枚ものなんですよ。で、一応まあ、そのミシンの縫い目があって、まあ、そこのところはね、別にベルトのところでこうベルトをこう回している時にちょっと引っかかった時にいきなりブチって切れたんですよ。で、ちょっとありえないような現象が起きたと。で、他に、余分な出費でね、ベルトを新しく買い直さなきゃならなかったりだとか、パソコンの方の AC アダプターが断線をし始めて、まあ、購入しなきゃならなくなったりだとか、まあ、靴を新しく買わなければならなかったりだとか、まあ、この服、あと色違いをもう一つ買ったんですけども、一回一つ買ってみて、保温性が優れていましたので、まあ、もう一着買ったんですけども、まあ、そういった、余分な出費とか結構あって、で、まあ、28日皇居行った時の、その新幹線の片道代だけで1万5千円ちょっとかかってると、まあ、帰りは、下道 JR を乗り継いで帰ってきて、まあ、9400円ほど。まあ、他にも、神戸電鉄代とか、市営地下鉄代が込みになると、まあ、2万6千円ぐらいになるんですけども、まあ、これがなかなか生活保護者の生活の中では、厳しい金額ではありますと。一応、自分のホームページも年間1万7千円ほど、1万6千いくらかな、1万7千円かな、まあ、それぐらい、支払ってホームページ、作ってるんで、結構出費が大きいんですよね。で、
何が言いたいかと言いますと、その、迎えに来ていただくコース。ただ、それで、ね、それがもう、その一旦あれ、うほーって、その、遊んではならないルールでしょう。時間帯とか、それ、やっぱり夜ですか。もう、僕もいつ来るかわかんないかったら、それ、ずっと遊んではならないルールで、夜まで頑張らなきゃならない日になるじゃないですか。もうそれ勘弁してほしいなんですよ。まあ、ある程度でもいいから、いつぐらい来るとか、それ言ってもらわなかったら、まあ、以前の時は、そのまま私について来てくださいでしたけども、赤坂まで連れて帰るみたいなコースですか。財布の中身もそれは用意しておかなきゃならないでしょうし、それともこの辺のどこか、何か借りてる家とかあって、そこで話し合いをするのかとか、その結婚についてお断りされるのか、受け入れていただくのか、そのまずは恋人としてのお付き合いなのか、まあ、ちゃんと結婚前提込みで、もうすぐにも入籍してほしいって、もうこれも大変で、本当にもう、もう今までいろいろありましたよ、それ。一時期小林麻耶と結婚したいだとか、まあ、そういうことを言っていましたよ、今までの話とか、今までありましたから。で、まあ、僕も相手、コロコロ結局変えてる立場にもなるっちゃなるんでしょうけども、みんな名前と住所、電話番号わかんないのに、もうこんな無茶な方もう でも、泣き入ってるんですよ、本当に。で、いつまでや、これ、その日おやつ食べただけで会えなくなったりするんでしょう。多分、一応今日も遊んでない状態で、昨日ね、報道の日という TBS の番組があって、まあ、1年間の、ニュースを総決算で、まあ、7時間ぐらいで放送してるんですけども、そこでね、番組冒頭始まった瞬間に、小川、綾子でしたっけ、綾香でしたっけ、ね、もうちょっとフルネームを忘れちゃったんですけども、もともと報道ステーションのアナウンサーだった小川さんが、まあ、私でしたって報道にいきなり言うんですよ。何のこっちゃもう全然わかんないんですよ、本当に。で、番組の終わりの方で、明日ですとか言い始めるんです。もう途中でね、僕もいろいろ言い始めたんですよ。もうこれ河川水門返し玉発電とか地下水流トンネル発電の話もこう言ったけども、無理だと追い返されたと。これもうこれ本当に全員真面目に聞いてくれと。全員が他人任せになってると。で、これどう考えても僕一人の力じゃ無理だと。まずは各都道府県知事とかに許可がいるし、河川内に何か物を設置するときに、これは法律でそうなってます、河川法で。で、元でのお金がそもそもありません。そもそも特許代もありません。で、経団連とか動いて、大きな会社で純利益、ちゃんと貯蓄のあるところがみんなお金出し合って、まあそれこそもう株なのか何なのか、もう僕もよくわかんないです。どうしたらいいのか。もうそちらの、動きやすい方法でいいですからっていう部分あるんですけども、とにかく早く進めないと、エネルギーの残存問題で、まあ、琵琶湖に関しては1都道府県知事の許可だけでは収まらないじゃないですか。で、本当は総理じゃないですか、もう本当は。もうそういう総理の鶴の一声で始めればいいのにっていう部分とかもあって、もうそんなの僕がいろんな窓口に電話かけたところで、例えば麻生太郎さんの事務所、裁判とかそういうことでしたら、証言とか、まあそういうことだと思うんですけども、対応しますけどもっていうことで。アポイント取るの不可。手段が見当たらないんですよ、本当に。進めていく上でね、その今、結婚話とはちょっと違う、地下水流トンネル発電と、河川水門返し玉発電とか、あと、まあ、蒲田発電とか、マグマ発電もそうなんですけども、それも早く進めなかったら、マグマ発電の方は資源の獲得が半分、もう半分はまあ発電ということになってくるんですけども。あと、防災込みで、火山の噴火に対する。だから、その辺のところは早く進めなきゃならない。あと、メタンガスの採掘にもつながってくるんですけども。
早く進めなきゃならないことが何も進んでないんですけど、一応まあ佳子さまから私が行きますっていう音声は聞きました。あとまあその29日の撮影の時かな、その時にも言っていただいてるんですかね。まあその日だけ遊ばないんだったら、そのね、来るまでの間遊ばないとか、それだったら頑張れますけども、それ、日が分からなかったら毎日遊んではならないことになる。それ絶対無理って、もう今日、もう今日、去年じゃない、今年のそのペナントレースとかあんだけ頑張って、もう誰もお金支払ってくれない、阪神タイガースもヴィッセル神戸も、ね、有馬警察署に来てたのが、人が、またマスクしていた、どう見ても楽天の三木谷さんで、一応聞いたんですよ。あれ楽天の三木谷さんですかって、一回有馬警察署それ出てからですよ、気づいたの。なんか見たことある人がいるなっていう状況で、で何か買い物とか行って帰ってきた時にね、もうちょっとちゃんと有馬警察署行って聞いてみようと思って、まだいるかなと思って行って聞いたんですよ。あ、すいません、先ほどの淡井圭介ですけども、楽天の三木谷さんですかって聞いたんですよ。そしたら、違いますって。もうどうなってるんですかっていうことなんです、この世の中。誰か本当のことを教えてくださいというより、もうみんな本当のこと言いましょうよっていうことなんですよ。結局、ヴィッセル神戸とか抱えて売り上げなかったんでしょっていうことなんですよ。楽天も。プロ野球の楽天。東北楽天、はあ、いや、お金の支払いのだから公務員の人が社長していたとか、そういう話なんじゃないですか。もうまあ僕の件でも裁判したいし、その花山聖子というとか、あと精神病院の件とか、あと賃金の奪いの件とか、それ武田恒康さんとか、僕が補佐人として参加人かな、呼んでくれたらいいとか、そこまで言っていいんか言ってくれてたんですけども、それ名前挙げてたんですよ。あれ裁判所通して呼ぶものじゃないんですか、自分で電話かけてですか。武田恒康さんの電話番号知らないです。もうお手上げです、本当に。だから裁判引退勝訴取れば特許費用ぐらいは出てくるかもしれませんけども、申請のね。だけども申請した後、経団連もつながらない、各都道府県知事もつながらない、でまた特許の期限が切れました、またお金が何十万かかかりますとかだったら、もうお話にならないんですよ。本当に自分の人生立て直すところか、自然再生可能エネルギーも全然進まない、もうだから他国からしたら日本何しとんねんの話だと思うんですよ。もうちょっとこういう口調で意図的に言わせていただきました。ちょっと体の一部は痛くなってるんですけども、いろんな意味で SOS です。まあまあこういうわけで、もうこれぐらいにしておきます。あんまり最初のその時間を見た時、あんまり長すぎたら見る気がなくなられても困るのは困りますんで、まあその結婚問題のところでイエスなのかノーなのかのご返答と、あと助けてくださいのその SOS の部分、正直竹田恒康さんと小室圭さん、せっかく今頃も司法修習生ですよね。でちょっと実践があるんだから、その裁判の参加人とかそういった形で参加して経験積まれたらいいんじゃないかなとは思うんですけども、だからまあちょっと長くなるんで、もうこれぐらいにしておきますね。以上です。いつ来られるのか教えてほしい。それも電波で僕に伝わってきたらいいでよかったんじゃないですかね。でその一応遊ばないようにしておいて、さらに時間が分かれば待つ、間違いはないはず。ただしね、これこの話したら驚かれるかもしれませんけども、以前ねその小林麻也と結婚したいって言っていて、自宅の前にまで来てくれって、全然自宅インターホンまで押しに来てくれないから、で一応線路の前までは来たんですよ。で僕が指定していた日に来てるのは来てたんですけども、
僕の方の記憶の方で、その日に小林姉妹が来るっていうこと、本気で記憶からなくなってたんですよ。この件どう思われます？で、コンピューターはその音声でね、その記憶奪うわって言ったのかな、なくすわって言ってきた、別件のね、記憶の件があるんですけども、それに関して僕は抵抗して、あ、コンピューターが意図的に、だから頭の中を取る方法なのかな、なのかわからないですけども、記憶を取るっていうことがどうやらできるみたいで、で今それをコンピューターのせいだけにも一概にはできないんですけども、さすがにメモしたものをね、何月何日来るって書いてテーブルの上置いておけば、さすがにそれは、朝見たりするから、台所のテーブル、その食事するときに絶対目に映るから、さすがにそこまでしていれば、その間違えるわけはないんだろうの話になるんでしょうけども、僕の家によくわからん人間とかが不法侵入していた例があるでしょう。それで、そういうこともできなくなったのか何なのかでも、もう、一部の人は一時ね、その、ブライダル裁判でもええわとかなんか言ってくれた人とかいるんですけども、もうよくわかんないんですよ。もうこれ以上、もう訴訟費用の捻出とかもう何からしたらいいのかもうわからなくて、河川の撮影以降にも交通費かかりますし、以上です。皆さんご対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。いつの日遊ばないルールで対応したいのかわからない、これでもし言うことを通り過ぎられたら、ああ、なんかこのルールどこかに矛盾が入ってるような気がするんですよ。今考えたのは、正直奥さんは僕の携帯電話に電話かけてくれたらいいのにって、目次のところとかに自分の電話番号を公表してるんですから、その方がどう考えても早い。まあ本心としては結婚して、仲のよい夫婦として、まあ毎日幸せな喧嘩のない、まあラブラブな結婚生活って言ったらいいんですかね、まあそういうふうな幸せな結婚生活を送れればなと思ってます、佳子さまと。でこういうところははっきり言っておいた方がいいかなと思ってますので、だから昨日のその報道の日のもの、その明日ですって言ってた小川彩香のあの文言もよくわかんないんですよ。何が明日なのか。一応今日の朝にちゃんと起きた時に佳子さまの声で、まあコンピューターさんからの電波と言いましょうか、今日は違いますっていう声が届いてるんですけども、一応コンピューターさんと佳子さまに伝えておくような形で、一応毎日それ言ってもらえませんか、今日かどうかっていうところ、それでその日の予定とか、だってこの日に河川の撮影行っちゃったらどうせ帰ってくるの夜遅くだし、それはそれでっていうのもありますし、絶対そうでしょう。お互い聞こえてたり意思疎通できなかったらこの方法もう無理だっていうことが、もうほぼほぼもう特にこれ、まあそういうわけです。電話かけていただけたら助かりますというところと、まあ一応電波でも伝えていただく、今日じゃないかどうかとか、あとはじゃあ昨日の報道の日の明日ですと言った小川彩香のあの言葉は何だったんだろうになるんですけども、そもそもで言うと報道の日を収録したのはいつですかと。で向こうも何か聞こえてきて言ってるんだとしたら、僕の喋ってる内容に対して言ってるんじゃなくて違う内容が聞こえてきて、ね、言ってるんだとしたら、報道の日を収録した日はいつなんですかと、もうそうなってくるじゃないですか。よくわかんないんですよ、僕も法則性がわからなかったら。だから TBS としてのお金の支払いなのか何なのか、僕の提案して作ってもらった番組とかあるでしょ。それとも
一応今までの件も全て言い始めると、証言者として誰か言ってほしいの話とかもありますし、その賃金の不払いの件とか、そのスポーツの勝ち負けとか、まあ、何が聞こえてきての話でも基本的にみんな短いワードで聞こえてると思うんですよね。僕もそうなんですけども、まあ、その佳子様のね、今日は違いますっていう声は、まあ、それはもう今日佳子様が来るわけじゃない、さすがに明日その、うん、その皇居で初詣と言ったらいいんでしょうか、皇居も一応神社でしたっけ、いやいや神社長とかがあるから一応そうなのかなとか思ったりもするんですよ。で、まあ皇帝を振るってさ、先祖辿っていくと皇室の天皇家の人たちは一番最初アーテラスの大神を辿ってるじゃないですか。あ、まあごめんなさいね、その辺をどうしても笑いながら言ってしまうんですけども、そこまで言うこと、ちょっと半分面白い話入ってるんじゃないかなと、ある程度笑顔とかね、楽しい話とか面白い話も必要だと思うんですよ。それなかったらお互い人間関係ギスギスしてしまう部分もどうしても あると思うんですよ、ある程度。だから僕もこういうふうにこうちょっと面白い話のような形で混ぜながら意図的に話すようにしてるんですよ。以前みたいな真面目一辺倒すぎる方向性でいうことやっぱり怒っちゃうじゃないですか。それだと人間関係壊れてしまうし、うーんってなるんですよ。ごめんなさい、また話長くなりましたんで、これぐらいでやめておきますね。一応笑ってしまった後何言われてたかみんな忘れちゃうんで、予定一応その日の朝にその今日じゃないっていうことを伝えていただいたりだとか、まあ、それでコンピューターさん経由で僕に聞こえてくるはずなので、持たないんで僕の方が本当に、漫画の本いつ読んだらええねんとか、音楽とかいつ聞いたらええねんの話になってくるんで、本当にそこはそこでいろいろ関わってるから一応目通しておきたいとかもあるんですよ。ワンピースとかいろんな漫画始めた人とかもそうですし、もういっぱいいっぱい、もうこんなにたくさんあったのの話になるんですけど、まあ結局ベルセルクとかもそうですし、いろんな意味で、でまあナルトとかも本当はそうですから、もともとはもういっぱいあります。ドラゴンボールもそうだし、セイントセイヤもそうだし、だから一応名通しておきたい。やっぱり電話してもらうのが一番早いし、何のための文明の利器なのか分かんないです。早く自然再生カタリギーも進めましょうよ。本当にどうしたらいいでしょう私は。とりあえず特許を取るような方向で頑張ってみましょう。それもまた無駄金になるかもしれない。一応10年間の取得で申請しようと思ってるんですけども、20万ほどかかります、交通費込みで。3年にしときましょうか、特許の申請が切れそうになった時に、もしかして切れるかの寸前の時にやっと地とか動き出したとか、なんかありえそうで、なんか変なんですよ。なんかハマってしまってるような気がするんですよ。なんかね、物事がなかなか進みにくい変なルールにこだわることによって、僕はこだわってるわけじゃないんですけども、まあまあいろんな意味込めて、そういうことです。皆さんご協力ご対応のほど、よろしくお願いいたします。あとはそこまで一回一定以下に出ようとしたらいいんですかね、そういう話もあったと思うんですよ。それで河川水門外式弾発電とか地下水道トンネル発電始めれるのかな。まあけどこれは佳子様や皇室ご一同の、ああ武田恒さんがいた、だから武田恒さんならその辺のことわかるかもしれないんだと思うんですよ。どう聞いてらっしゃるか、それ番組中に言ってもらえますか。
それ僕は聞き逃さなきゃいいと思うんですけど、一旦受けに回って、テレビに出てる人が何か言う言葉を待っておきますね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。なんか今最後悲しみが両目うるっときて悲しみが来たんですけども、これどういうことなんだろう。もう以上です。あとそれと言い忘れてたんですけども昨日の晩にコンピューターさんにその気持ちのリセットと言いましょうか、夢の中で過去様が出てくる夢とか見せてくれないっていうことで、一応ね今日の明け方ぐらいに一応そういう夢見て、その後その記憶は一回なくなってるんですよ。でそれからそういうふうな夢を見たなと思い出して、どんな夢だったっけっていうところでその夢の内容とかも思い出したんですけども、電車かな、駅のホームとかでいたりとかして、まあ昔まあ眞子様と佳子様を、ご幼少の頃、神戸市立ホテルフルーツフラワーパークの中を一緒に散歩したり、まあ手つないで、でまあそういう風な内容とちょっと似てる。まあ年齢は佳子様の年齢は20歳前後ぐらいの年齢だったのかな、夢の中で出てきた年齢は。あと眞子様もいらっしゃいましたね。でまあ佳子様と手をつないでいて、まあ佳子様はまあ手をつないだ時にまあ嬉しそうにしてくれていたと。ただ夢の中で途中ではぐれちゃうんですよ。なんかその辺のところが現実を表しているようで、コンピューターも多分そのエシロンとか富岳が今までのことを記録してるでしょう。で AI の方の考え方でもその投影の仕方が今までの人生を投影したような形で夢を見せてきてるんだなって。でまたそれがまあナイトメアとかそういうワードきっかけでその辺のところでね、まあ、その辺のところはスポーツの勝ち負けのところとかで、スポーツ界のメッセージのところかで見てもらったら分かると思うんですけども、中国の卓球の選手で陳夢という名前の方が、と試合があったみたいで、まあ、それで、まあ、別の日にね、テレビ局の昔結婚までしに来てからテレビに出て、アナウンサーになった人物が夢の中に出てきてって、まあそういうふうなこともありました。まあとりあえず人間の言葉でも夢は見れる、夢の中で現れたりとかは、その夢で会えたらとか、そういう、ワードとかあると思いますけども、歌の歌詞とかの中に。で、必ずしもそれが、夢の中で良い夢かどうかはっていう、なんかこう、現実表してるような夢ばっかり見させてくるっていう、まあ、そういう部分あります。以上です。一応思い出したのでちゃんと記録付けとしてお伝えしておきます。先ほどまで完全に曇りで、まあ、朝明け方雨降ってたみたいなんですけども、天気予報では夕方から雨だったんですけども、先ほどの内容を録画していたら、まあ、これだけ、光量が上がったと言いましょうか。まあ、曇りなんですけども、まあ、太陽の光がだいぶ差し込んできたと。まあ。